皆さんこんにちは、ケアジョーです。本日は介護保険について解説をしていきます。細かい制度の勉強は一人でやると億劫なもの、一緒に確認をしていきましょう。また今回の内容 PDF にまとめていますので、概要欄から資料請求してください。ケアジョーでは個別のご相談も受け付けています。何かある方は LINE までお気軽にお問い合わせください。まず最初に、1980年代以降日本は少子高齢化が進みました。その中で介護が必要となる高齢者を国民全体で支えるために、社会保険方式の介護保険制度が求められてきました。まず最初に基盤としてゴールドプランが策定をされます。これは在宅福祉と施設福祉という両面から介護サービスを整えるために具体的な数値目標を示した施策です。その後1990年代になり、社会福祉基礎構造改革が始まりました。これは社会福祉に関するニーズの拡大からサービスの枠組みや理念を見直すための改革でした。この後の制度改革では1997年に介護保険法が成立、2000年に施行、2000年に社会福祉事業法から社会福祉法への改正、2003年に障害者福祉における支援費制度の導入が行われました。この社会福祉基礎構造改革の最大の目玉は、行政がサービスの決定を行い行政処分でサービスを始める措置制度から、利用者や家族がサービスを自分で選ぶことができる契約制度に変わったことです。支援費制度などに関しても概要欄の URL からダウンロードができます。次に介護保険法によって介護保険制度が作られた背景を見ていきましょう。介護保険制度ができた背景は大きく、1つ目、少子高齢化の進展による65歳以上の人口、老年人口が増えたこと、2つ目、介護の長期化や重度化が進んだこと、3つ目、治療は必要ないが本人や家族の都合で入院をする社会的入院が横行していたこと、4つ目、サービスが一元化されていなかったこと、そして5つ目、国の財政を圧迫していたことなどがあります。非常に大きな問題となっていました。もっと簡単に言えば、介護が必要な人が増えるし、介護はどんどん大変になっていく、そのサポートがしっかりとできていないのにお金がすごくかかったということになります。これらを解決することも目的となっています。介護保険の目的に関しては介護保険法第1条に記載をされており、要約をすると、国民みんなで助け合う国民共同連帯の理念のもとに、介護を社会全体で行い、医療や福祉の増進を目的としています。またこれ以外にも、手続きを一元化したり、サービスの効率化、質の向上も目指されています。この介護保険制度は2000年に作られてから、2011年までは5年に1度、それ以降は3年に1度のペースで改正をされています。駆け足で紹介をしていくので、確認をしたい方はダウンロードテキストをチェックしてください。まずは2005年の改正を見ていきましょう。2005年の改正の大きなポイントは、介護予防を重視する方向性を示したこと。主な改正内容としては、要支援1、2の区分を創設、介護予防サービスを創設、小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスを創設、地域包括支援センターを創設、介護地域支援事業を創設といったことがあります。次に2011年の改正です。こちらは地域包括ケアシステムの構築を目指しました。内容としては、地域支援事業に介護予防日常生活支援総合事業を導入、定期巡回随時対応型訪問介護看護を創設、小多機と訪問看護を組み合わせた複合型のサービスを創設、そして介護福祉士が条件付きで客単吸引が可能に、こういった改正でした。次に2014年の改正、こちらは持続的な社会保障制度の確立を目的として、地域包括ケアシステムの推進を進めました。内容としては、特養の入所条件を要介護3以上にする、一定以上の所得がある方の自己負担を2割にする、地域密着型通所介護の創設、予防訪問介護予防通所介護を予防給付から地域支援事業への移行、そして2017年の改正ポイントは、地域包括ケアシステムのさらなる推進です。主な改正としては、一部の自己負担割合を2割から3割に増やす、自立支援、重度化防止に向けて財政的なインセンティブを整備、介護医療院を創設、地域共生社会の実現に向けて介護保険と障害福祉制度の共生型のサービスを創設、最後に直近の2020年の改正ポイントは、持続可能な介護保険制度の確立といったところでしょうか。
主な改正としては、高額介護サービス費の引き上げ、低所得の方の施設利用の負担を補助、介護・障害・子ども困窮の相談支援を地域包括支援センターなどに一本化、通いの場の推奨、駆け足となりましたが、このような形で徐々に変化をしていっています。最後に介護保険制度の基本的な仕組みを見ていきましょう。まずは保険者と非保険者です。保険者は住民が住む市町村です。非保険者は国民と考えればまずは OK です。保険者に関して住所地特例という制度を知っておくといいかと思います。これは東京都内のように人が多いが介護施設が少ない地域、郊外のように人口は少ないが介護施設が多い地域で負担が偏らないように、非保険者の自宅がある市町村が他の地域で施設に入所したとしても保険者となる制度です。次に非保険者に関してですが、1号と2号に分けられています。第1号の非保険者は65歳以上の方、第2号の非保険者は40歳以上、65歳未満の医療保険加入者です。また日本国籍がなくても特別永住者、中長期在留者も同じように扱われますので、外国人も非保険者となります。この第1号第2号で何が違うのかと言いますと、受給する条件、介護保険料の徴収方法が異なります。まず受給する条件ですが、第1号非保険者の場合は要介護要支援状態にある人となります。しかし第2号の非保険者の場合は特定疾病を患っており、それが原因で要介護状態や要支援状態にあるということです。特定疾病は16個用意をされており、末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後十靭帯骨化症、骨粗鬆症、認知症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早漏症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、腎症、網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節、股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、これらがあります。これらも駆け足となってしまいましたので、ダウンロードテキストでチェックをしてください。続いて保険料の徴収方法です。第1号の非保険者の場合は保険料を集めるのは市町村、徴収方法は年金が年18万円以上なら天引きをされる特別徴収、そうでないなら普通徴収です。第2号非保険者の場合は保険料を集めるのは医療保険の保険者、そして医療保険料と合わせて徴収をされます。最後に介護保険サービスの利用までの流れを確認をしましょう。ざっくりとご説明すると、申請をする、要支援1から2、要介護1から5、非該当のいずれかの介護度であるかを認定をする、利用する介護サービスを選ぶとなります。この2つ目に関してしっかりと押さえましょう。介護度の認定は認定調査、一次判定、二次判定を経て決定をされます。認定調査では市町村の調査員が非保険者の自宅を訪問して、74個の基本調査項目に関して聞き取り調査を実施をして、突起事項などの聞き取りを行います。一次判定では基本調査の内容をコンピューターに打ち込み、これをもとに要介護要支援状態の区分が判定をされます。二次判定では区分を一次判定の結果、主治医の意見書、突起事項をもとに介護認定審査会が最終決定をします。この内容は申請から30日以内に通知をするようにされています。今日の動画もご覧いただきありがとうございました。いいね、動画へのコメント、チャンネル登録もお願いします。またケア協では介護職の皆様のための相談窓口も用意をしています。職場のトラブルから人生相談まで何なりとご相談をください。それではまた次回の動画で、さよなら。